賛成党ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか。ナオリュンです。令和6年10月27日に衆議院議員選挙が実施されました。千葉県第13区に賛成党から中谷めぐさんが立候補され、定数1、立候補者4のところ3番目で落選されました。それでは開票結果を見てみましょう。はい、これですね、当選者は松本さん、自由民主党ですね。3番目、中谷めぐさん、19582票、得票率が 8.93% でした。中谷めぐさん、お疲れ様でした。賛成党頑張れ。ではまたね。ありがとう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメント入力をよろしくお願いいたします。